はいケイコさんこんにちはこんにちは先生何年ぶりですかね二年ぶりですよあ二年になりますか僕はねあのケイコさんのニューヨークの女っていうツイッターがあるじゃないですかユーチューブユーチューブあれが楽しみでねあればっかり見てるんですよそうするとねニューヨークの、うん、ニューヨークのことがよくわかるしね、えー、まあ新聞とかテレビで見るニューヨークと違ってね 恵、えー、子さんがあちらこちらニューヨークを見せてくれてそしてニューヨークのいろんなビジネスとかあその先端を行く会社とかそういうところに恵子さんが行ってね、えー、非常にこう分かりやすく説明してくれるだからなんか僕が恵子さんになっていろんなところを回ってるみたいな気分になって、えー、本当に楽しく見させていただいてます。 先生もね 2>,、うん、2年ぶりにお会いしますけど、うん、全然変わらないですね,、うん、ですねなんかもっとお若い子になったなんかあの、ねうん、つい最近お誕生日をお迎えになられたということなんですけどんかますます若くっていう、ね、そうですね僕は<で>あの84歳になったんですけどもおいろいろなあの測定器でねえ<っ>あの測定器の上にこう座ると。 体脂肪の率だとかいろんなデータが出てきましてねその中で一番大事なのは肉体年齢っていうのがあるんですよ、はい、その肉体年齢はこのところずっと67からまあ,あよく言っても70ぐらいですね70ってことはないと思いますよ、うん、なんかもうこのねお話ししてるのを聞いてるとまあ50歳そうですね、うん、まあ平均すると6 2三ぐらいかな。 いいやすすごいですよ、うん、先生はもうこの調子でいくと歳いやあのー、これ本当の話なんですが僕の慶応の同期ですね医学部に、えー、行かれた方がいまして慶応病院で、えー、お仕事されてたんですけどもその人がの細胞を見ることによってその細胞から、えー、この人の生命 はあまあ、生命力を見るそういうその学問なんですね。したがって、えー、その、うん、細胞から何年、えー、生きられるかというのを計算する面白い学問があるんです<へ>で僕は実験台になれって言うんで口の中からなんかちょっと細胞を取りましてでそれを分析したら彼はびっくりしまして222。22 2> 2歳って出たんでですすよすごいいじゃないですかかそんなことはちょっとありえないって言うんでもう一遍やらせてくれって言うんでまた口の中から取っていってでまた調べたらまた220って出たんですよだからこれは増田さん本当にあなたはすごい細胞の生命力がありますよとこういうふうに言われましてただし、うん、それはあくまでも細胞の生命力であってその環境 がじゃあどうしたら220歳まで生きられるんですかと言ったら一番大事なことはストレスだったんですよ。ストレスが全くないとストレスフリー,ねえーこれがまず条件のうちの第一だとねえそれからもう一つはこの肉体体ねえこれをその健康に保つこと。 肥、ねえー、満体になったり、えー、それから、うん、まあ,あ年がら年中お酒を飲んで母飲母食そ,うそれをやって肝臓を弱,弱めるとか、ねうん、それから短期を起こして、うん、その乱れるとか、ね、そういうことがない、うん、ちゃんとお肉体の健康を守って精神的に正しい人生を送ってストレスも全くないと。 そして人々から尊敬されて好かれてねで奥さんと仲良く暮らすとこういう条件が全部揃ったら220まで生きられるでしょうとで揃ってるじゃないですか <laughs> けね結構9割方いやなんか揃ってますよ多分300歳ぐらいまで生きるんじゃないかと思ってでもね,3でもねお友達が誰もいなくなっちゃって。<laughs> これも寂しいですよいやだからね僕はあのー、よく講演会経済政治講演会を開いて、まあ、僕のファンの方もたくさんいるんですけども、えー、このファンの方にねいつも言ってることがあるんですよ。えー、僕はあのー、長生きをすることになってるんだとそれは今言ったように僕の細胞の生命力っていうのは抜群なんだとだから今日お集まりの皆様の方が。 間違いなななくく先ににお亡くなりになりますと、ねえー、僕は84歳ですけども今日出席されたあそこにいる山本さんは34歳、ねえー、でもこの34歳の、うん、山本さんは必ず僕より先にするとだから山本さん今日お帰りになる前にお宅の息子さんあるいはお嬢さんに亡くなったら増田俊夫さんに自分の墓の場所を ちゃんとと教えるよううに残しててくださいとそしたら「あなたが亡くなったら必ず命日に花を持って私は行きますから」と。と言ったらですねもう僕は冗談のつもりで行ったんですが本当に帰り方になってうちの息子の電話番号はここで私が <laughs> <laughs> 本当にに真剣になってあの息子さん お嬢さんの,あの勤め先とか電話番号とかなんか教えてくれなんですねそうなんですよ、うん、うんだこういう真面目な人はねすごいストレスが溜まってると思うんですよそうですよね、うん、だからそういう人はね早くお亡くなりになるやっぱり恵子、うんうん、さんなんかね僕はあのかのあ見てるとね本当になんていうのかなまず第一にね恵子さんっていうのは本当に <laughs>、うん、なんていうのかな あの、何て言いますかいや、生きがいいですよ、生き、はい、が。生きが,がいい。<の>うん、水槽から出た、あの、生き造り。生きがいいですよ、迫力があるんですよ。ね、これ、やっぱり、生まれつきね、生きがいいんですね。うん。だから、あの、そのこれは褒められてんでしょうか。なん<や>なんでしょうか、ね。生きがいいんですよ。生きがいい人はね、気持ち良いしね。<laughs> はい、やることも早いしね。うん。で、あの、生きがいいっていうことは、自信があることでもあるんですよ。自信がないとね。 この息が悪いんですよ。うなんかこう決断できなくてどうしようかしら、こうしようかしらこれ息が悪いんですよ。うん、息がいいっていうのは、よし、私やったらよそんなことね。やっぱりね、私のね心情としては迷ったらやるですよね。迷ったらまとりあえずやってみるとでやってみて、ま別にダメならやめればと。 だからそれがやっぱり基本ですねそ,それがいいんですよ迷ったらやる、うん、それがいいだからね、うん、僕はもう恵子さんの第一印象ってのは気のいい人だなと思ってね <laughs> あの生きがいいということはやっぱり刺身だったら高いですけどねそう <laughs> だけど、うん、刺身じゃないからこれはどうなんですかねまあねあの恵子さんもニューヨークの女としてねもう今や知らない人がいないぐらい私の知ってる人もねあの、うん、私は気。うんき 青木桂子さんとお友達なんだよって言ったら「あ私あ私ニューヨークの女っていうの見てます」<laughs> もう今や日本でも知らない人はいないんじゃないですかね、うん、そんなことはないと思うんですけど、うん、結局ねニューヨークでずっと長く同じ場所でいるって人いないんですよね。うんうん、で私はもう同じ場所で同じ住所で、うん、同じ電話番号です、うん、もう30年いるんですかなるほど だからシディバンクがあなただけですって同じ場所に同じ電話番号変わらないので、みんな引っ越したりするじゃないですかで、全然変わらなかったんですねそれがやっぱり一つのこうなんかニューヨークの女になっちゃったなるほどねなんかか電話るるのここれれうさいいいですははその今の恵子さんの言葉で僕ちょっと思い出すことがあるんですがはい うちの親父は政治家でしてで僕が一つとか6つの頃選挙、まあ、政治家ですから選挙がありますねそうすると私の手を取って、えー、この、まあ、村ですからね大昔ですから村のその天神様っていうのがあるんですねずーっと階段を上って天神様のてっぺんに行くんですよ。ね そそするとその日はみんんなお参りににですね天神様にだから来る前に先に山のてっぺんに行って僕の手を持って手を取って山のてっぺんに行くでみんながどん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 階段を上ってくると今度下りていくんですよ、ね、で一人一人これはねあの秘訣なんですあ分かった全身に合うそう全結局上がってくると下がってくるのでみんなに合うそう,そうみんなに合ってすごい会うだけじゃなくて触るんですよ<ー>元気にしてるかどうしてるかっつって で子供連れてるんだったら子供さん大体どうだ、うん、元気にやってるか学校で勉強してるかっつってこうどんどん上がってくるのを右から左右から左右から左ってやって全部に話しかけて全部に触るんですよ。で、ね、全部に投票してもらうとそうそ,で <laughs> それが一つねもう一つ雨が降りだすんですね街でバーッと大雨が降ると大雨が降ると年を来いっつって呼ばれてで石炭箱っていう,こう木の箱があるんですけどね これを持って街の、まあ賑やかな町の交差点のところへ石、石炭箱を持っていって、その上に僕を立たして、そして僕に傘を持たして、そして僕がこうやって、うん、お父さんの濡れないようにやってる、ええ、すると、有権者の皆様っ,つってこうやってやるんですよ、うん、マイク持って、ええ、そうすると、この雨が降ってるのに、増田先生がまたどな、ええ <coughs> ってるよつって。 1>, で1人出てくる2人出てくるみんな傘持ってぞろ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 出てくる、ね、で僕は <laughs> 雨の中で傘を持ってこうやってる、ね、そしてその中で <laughs> お父さんが演説をやってるこれがまたねすごいんですよ受けて、うん、っていうのはね僕を使ってるわけですよあのかわいそうに子供に傘を持たして、ね、<laughs> でその中でね大声を張り上げてると、ね、だこ,のこの2つでいっつも当選ですよ うんね、でもそれはね、うん、クリエイテティビティですよねなんでね恵子さんがさっき言ったことで思い出したかっていうと、ね、うちの親父が、まあ、宴会とか人の集まりとかいろいろあるじゃないですかパーティーとか、はいはいね、そういう時お前よく覚えおけとお前の席が決まったらそこを絶対に動いてはいけないってんですああ、ね、普通宴会なんかするともう席を立って「は課長 一婚どうぞ部長一本どうぞってこう歩き回るわけですよ自分の席を立ってね課長であろうと社長であろうと誰が言おうとね、うん、お前の方からお酌に行く必要はないねお前は自分の席が決まったらそこでじっとしてねどんと堂々と座ってればいいんです絶対に動いてはいけないとそうするとまあもちろんいろんな人がお酌にどうぞお酌にどうぞと来る 長い時間が経つと僕のところが中心になって動いてくるっていうのは分かるんですよ、うんね、だから絶対動いてはいけないとそうすると人が、ね、自然にそこを中心にして動き始めるということはということを教わってだから恵子さんが30年間、ね、同じ場所にいるからだから恵子さんの周りにみんな人が集まってきて恵子さんが回るんじゃなくてみんなが恵子さんの周りを回るようになるんですよ。 うん、人間ってそういう習性というか性質がある人間じゃなくて動物ですよ、うんね、一つの何かがじっと動かないとなんとなくそこへ近づいていくで他はどの人はみんな動いてる、ね、だからなかなか近づかない近づきようがないんですよ動いてるんだからところはきいろいろなんだかんだみんなで飲んだり食ったりしないで騒いだりなんかしてると一箇所に絶対動かない人がいると ね、自然にそこへ来るんですよ人が1人来ると2人来るなんか行かなきゃいけないみたいになってみんなやってくるとすませんいうことなんですよだから沢子ちゃんうんすいませんね だから圭子さんの言う私はもうニューヨークに何十年間同じとこから全然動いてないから。というのはねそういう下心があって動かなかったんではないと思いますけどもそうななんですよ動けかった自分で動けないし動きたくないから動かなかったんでしょうけどもそれは結果的にはね圭子さんを中心にねどんどん人が回ってくることになるそそう確かにねねれと年動かないと 必ずあそこに私がいるとだから電話をしても必ず通じるってこれはやっぱりすごいことこ、ね、だね。だからもしね電話番号も変わらないし、うん、住所も変わらないしもしあの慶吾さんがどこにいるか分かんなかったら、ね、非常に慶吾さんにとって重要な人,人だったかもしれないけども近づけなかった、ね、しかしそこにいつもじっとしてるがゆえに慶吾さんにとって非常に重要な人ね。 それがやっぱり近づいてくるこれが一つのチャンスになる、うん、同じように,に同じなんですだから動いちゃいけないそうすると重要な人も重要でない人もね、恵子さんの方へみんな近づいてくるんですよ恵子さん選べばいいんですよ近づいてきたものを選ぶ、うんうん あ,あ、それは確かに確かにそうでしたね。うん、でもね、先生ね。もう本当にね。うん、もういつもいつもね。うん、シャープでね。うんはい、もう今日お会いしてね。本当に思いましたよ。220歳、うん、間違いありませんね。はいそのそれでいきましょう。はい。はい